大変なことになってますネギが非常に新鮮だったって言えばいいのかな アフロディーテ TV をご覧の皆様ごきげんよう、勝木理恵です。今日は久しぶりのうどんツアーのロケ班でございます。まずは1軒目の久枝さんにやってきました。超有名店みたいなので楽しみです。なんか変わったのがある。アレンジメニュー、冷たい納豆醤油、ダブル釜玉、ね、ここ中華そばもある。そばうどんでいいようどんがいいよ。そうだね。お父さん、これのちっちゃい版がこれ。いやどうしよう、ちょっとこれはちょっと話的に取っといた方が良くない？量は一緒？こちら多い、多いのか、多いのは食べきれない。出てきた。おままある、変わってるね、ここ。たまたま用の卵をスプーンで取るらしい。あ、そして納豆も。おお。いや、うどんツアーなのに取ったらあかんもんと思った。めっちゃ有名ですね。なんか選挙のどっか応援してるのかと思ったら、世界うどんと、なんだこれ、なんだ、妖怪うどん、もうどんだ、なんだ、うん、自分の第一話を見て表現していきたいですし、ちょっとここ面白いよ。旦那さんは、出汁は豆だね。そして注目の個人キャストを発表。総裁となる徳川家康を徳川御前さん、高橋総裁を徳川御前さん。結構ちょっとかなと思ったけど、乗っけるといい量だね。ちゃんと計算された量になってる。先月からスタートした8万人を動員する全国ツアー、昨日行われた東京公演では、ね、すごいね。多いな。さらに栄養を先ほど写真やマスキングピースソングを松原さん30あ、しまった、写真撮る前に崩れたよ。おいしい、おいしいって。まずいまずい。それに、海風が上がりです。もうめっちゃ寒い。アイランこんな感じ。一方、週末、北海道では多く設備に向け、欲しいし、北海道欲しいと思えば3日でどんどん食べるのか。いやいや、なんか私、沖縄にうどんとはかなり行ってる。最近友達とよく行ってるの。私が忙しくて行けない間に。
取らんの設定終わりました。ちょっと麺は太めで、まあ香川独特の長いやつでした。でね、旦那さんがかけで私が醤油っていうのがね、まあ、いつもなんですけど、ロケハンの時とかうどんツアーの時って基本的に唐揚げ食べないようにしてるんですよ。唐揚げにしても天ぷらにしてもね、あのお腹いっぱいになっちゃうから。でもねちょっとね、あの大きさはネタ的に皆さんが食べたいって言った時にどんなお味かわからないと思って食べてみました。あ、美味しかった。うん、ね、サクサクで、いいお味でございました。で、旦那さんはかけだったんですけど、かけの出汁はねちょっと甘めでした。お醤油の方は甘めだな。全体的に味付けは甘めのお店だなと思いました。参考にしてください。2軒目はですね、うどん屋さんじゃないんですね。はい、こちらは讃岐の一宮になるのかな、田村神社さんにやってまいりました。実はですね、以前もね、田村神社さん参拝させていただいたことがあるんですけれども、この間流したっけ、流したかな、流したか忘れちゃった。神社で参拝に行った時にですね、全国一宮宮巡りというね、御神帳を手に入れたんです。なのでやたらこう一宮にじゃあ行こうじゃないかという話になり参拝に伺いに行きました。ちなみにですね、今回はですね、さぬきなんですが、旦那さん感謝祭、はい、お誕生日がね近いので旦那さん感謝祭ということで、ちょっと近場を日帰りでいろいろ行こうという、内容になっております。なので、アフロディーテの方でもねちょっと細切れに感謝祭の様子が流れると思うんですが、引き続き楽しみにしておいていただければと思います。お調水、うん、綺麗にしてくださってるね。奥の方かな、うん、もよ。そういう。こちらの田村神社は本当に見どころがたくさんある神社なんですよね。いろんなところにこう参拝させていただける場所があるので。こちらの龍神様もそうですよね。本当にゆっくりしたいなと思うんですけれども、まあ、今回は何て言ったって旦那さん感謝祭なので、旦那さんがね、言うことが全てでございます。はい、ということで、うん、残念ながら滞在時間はほぼあまりなく、次に向かいたいなと思っております。実はですね、以前参拝させていただいたことがあったんですが、非常に日が乱れていたのですよ。なので、おお、そうか、今回も行くのねと思ってたんですが、今日はね、とてもいいエネルギーですね。神社ってね、本当にその時その時の参拝されてる方によってね、エネルギーがすごく変わっちゃうことがあるんですよね。なので、まあ、逆に言うと今回来れてよかったですね。うん、今日はまた来たいなっていう感じです。すいません、偉そうな神様に対して上から目線的な言葉に聞こえるかもしれませんが申し訳ございません。これ見たことある。大将。あ、セルフなんだ。あ、すごい。わ
ごーい。これなんかみんな喜びそう。そう、はい、これと温かいの。はい。これがだし。ネギや生姜はお好みで。はい。はい、冷たい。はい。何探してもネギや生姜はお好み。こっちだもん。ほんまや、後ろや。生姜も自分でするんだね。足のも入れて、はい、乗ったらしい、どっかの YouTube に。うどん探偵スミス知ってる？うん、聞いたことある。さすが。ちょっと見てみよう。醤油の ここのめっちゃ部屋と、あっちは中学生やけ、これやけど、向くい、中学生寝るときたの、麺の締まり具合がめっちゃ近い。めっちゃ、めっちゃ締まる。ちょっと出しもまだ多い、多いのもやけど、甘さがね、さっきのちょっと甘かった。2人ぐらいしたぞ。醤油もそんなに甘くない。さっきすごい甘さがね、こっちの方が好きでもないんだけど、甘みはあるんだけど、やっぱちょっと違う感じで。辛いです。口の中が辛いです。大変なことになってます。ネギが非常に新鮮だったって言えばいいのかな。ここ何年と食べたことがないぐらいネギネギしいネギでした。辛い、すごい主張してる。最後にね、丼の最後に残ってたのよ、ネギが。食べたのよ、辛いのよ。辛い。3軒目はこちら、岸うどんさんです。じゃんじゃじゃーん。なんと駐車場にブルートレインがおります。クラファンで持ってきたんだって。すごいね。私のブルートレイン。うちの車ちっちゃ。前に私のブログでご紹介したことがあるんですけどね、ビニールハウスで食べるうどん屋さんなんですよね。あ、なんか前の感じと全然違う。前の感じと全然、ほら、前はだって完全にビニールハウスみたいな感じだ。こんな感じ。醤油、醤油の醤ください。冷たいのでお願いします。
大根も、うん、あ、お願いします。大根とかも知らせてもらっていいですか。わ、ありがとうございます。よいしょ全部すごいもちもち、コシがあり、かつもちもち。コシがあるうどんって硬いうどんも多いんですよ。あのコシがあるっていうか、これ硬いよねみたいなね、おうどん屋さんも意外に結構多くて、ここは本当にね、あのもちもちなんですよ。でただなんかあのまだこちらにね移転されて、まあ、お一人でされてるっていうこともあって、今あまりメニューを増やしてないっていう風に言われてました。あの、ね、天ぷらとかね、前はあのかけうどんとかいろいろあったんですけど、お一人でやるからもうメニュー増やすと手が回らなくなるのでっていうことで、今はね、ぶっかけ系、ぶっかけというか、そのうどんにお肉を乗っけるとか、かまたまにするとか、そういった形でされてるみたいです。行ってからね茹で上げてくれるのでとても美味しい。よかったら行ってみてください。4軒もあり、かなりもうお腹はいっぱいなのですが、食べ続けるのがロケハンでございます。今からカフェに参ります。おしゃれ、素敵、撮影会とかできそう。こちらにはどうやらあずきさんとそらまみちゃんがいるらしいです。めめちゃんだね。いいなこの感じ。めめ言ってる。め言ってる。アイドルタイムってやつですね。バーベキューもできるんだ。なんか楽しそうじゃん。お菓子の時間。わ、かわいい。あ、おしゃれ。おしゃれだね。チーズケーキ。あ、これか、マロンの木の服。本日最終でございます。
最終続いての甘いものでございます。あ、でもほとんどない。あ、これタヌキ、かわいい。ミッションコンプリート、コンプリートです。食べたね。いや、ロケハンは本当に腹パンだよ。セブンがあるね。いや、ちょっとさっきカフェしたばっかりやん。ちょっと後にしませんか。南淡路のサービスエリア。はい。お土産も買いたいし。はい。大阪まではね、さすがにあれなので。まあ1時間ぐらいで行けるっしょ。はい。なのでどっかのサービスエリアで食べて。試食というか味見というか皆さんをね持っといてね。はい、わかりました。もうたぬきさんの顔がなくなったら困るからね。というわけで、今週もご覧いただきありがとうございました。もう真っ暗になってしまいましたが、私たち朝の3時に出ております。元気やな。ひたすら食べる。そして明日は朝の6時から行動開始です。どんなスケジュール。もうだってしょうがないじゃん。今日が香川で明日が和歌山なんだけど。はい、今日が香川、大阪行ったら近いでしょ。明日和歌山。頑張ります。来週も見てね。